こんにちは。今回は韓国ドラマザ・グローリー・イ・ドヒョンの感動的なセリフについてお話しします。韓国ドラマザ・グローリーではイ・ドヒョンが演じるチュ・ヨジョンが感動的で印象的なセリフで視聴者を引き込みました。以下はその中でも素晴らしいものの一部です。私はあなたにしたことは全部悔い改めて救われた。チュ・ヨジョンが自らの過ちを認め復讐をやめる決意を示す感動的な瞬間。私はあなたを愛しています。でもあなたが私を愛してくれるかどうかは分かりません。チュ・ヨジョンがドンウンに対する複雑な思いを告白する場面での言葉。愛情と罪悪感の入り混じった心情が現れています。私はあなたのことを忘れられません。でもあなたは私のことを忘れてください。チュ・ヨジョンが死の直前にドンウンに訴えかける言葉。自分の幸せよりも相手の幸せを願う姿勢が感動を呼び起こします。これらのセリフはドヒョンが演じるキャラクターの複雑な感情や成長、愛情に対する純粋な思いを表現しており、ドラマ全体に深みを与えています。ドラマをご覧いただければその感動がより一層伝わることでしょう。ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。